レグザのサウンドバー純正、純正のサウンドバーができたんですか？はい、なかなかサウンドバーから鳴らそうと思ったらサブメニューを押してスピーカー切り替えをオーディオシステムとする。ご覧の皆様こんにちは、声優の小岩井小鳥です。そしてレグザブランド統括マネージャー本村でございます。こんにちは本村さん。これ何ですか？レグザのサウンドバー純正、純正のサウンドバーができたんですか？はい、レグザサウンドシステム TS216G でございます。誕生おめでとうございます。いよいよでございます。これは、レグザの純正のサウンドバーって初めてですか？実はですね、はい、昔、はい、時々作ってたんですよ。あ、そうなんですね、で結構好評を得てたりしたんですけど、久しぶりだな。あ、久しぶりに、そうということで、今日は作った人を呼んでるので、はい、できましたね、ついに。やっとできました。おめでとうございます、はい、このサウンドバーは最大ストローク 120W で、めちゃくちゃ迫力あるんですね、はい、ハイレードが入っていてドルビーアドビー対応。そうです。おー、いいですね。なるほど。スピーカーシステムなんですけど、まずはハイレード対応のツイーター、 40kHz 以上の再生能力のあるツイーターが2つ、ポイントはそこに対して低音も補強できるデュアルウーハーで、バスレスポートタイプのものが2機入っています。でフルレンジのスピーカーとツイーターがついて、さらにベースのデュアルウーハー、そうですね、はい、全部で 6個のスピーカーがついています。なるほど、これ素晴らしいね。 HDMI でつなげば、ERC でつながるんだけど、接続 HDMI ケーブル1本と電源だけなんですけど、コントロールいるじゃないですか。これリモコンが一応付属されてるんですよ、これね、なんだけど、このリモコンほぼ使わなくていいんですよね。そうです、レグザのリモコンをお使いいただいて、サウンドシステム自体の設定も変更できる、っていうのがレグザサウンドシステムというのポイントになります。これは純正ならでは。レグザの設定のメニューから音声設定を選んでいただくと、レグザサウンドシステム設定というところが、レグザのリモコン一つでレグザのサウンドシステムも動かせる、やらせてやらせて、やってみます。EQ モードを押すと、おお、メニューがいろいろ出てくるわけね、これね。ムービー、ニュース、スポーツ、ナイト、ゲーム、ミュージック、いろいろいい感じのが選べる。あとはサラウンドレベルは、これはオンオフで、はいはい、高音、低音調整ができる、ね、できるんですね。あ、はいはいはい、AV 表示の明るさも変えられます。いいね、はい、本当に便利です。じゃあ実際聞いてみようか。はい、なかなか迫力。そんなそうで見えるこれパワフルですね。ね、消えちゃえばいいのに。おお、いい感じじゃん。ね、今日撮影してる部屋結構広い部屋なんですけど、それでもあの大きくパワフルに響いてくれますね。気持ちが出てる。はい。テレビのスピーカーと切り替えるのも簡単で、サブメニューを押してスピーカー切り替え、これでテレビってやると、これテレビのスピーカーで、サウンドバーから鳴らそうと思ったらサブメニューを押してスピーカー切り替えをオーディオシステムとするだけ、これでサウンドバー、あ、いいですね、どっちも、ね、便利便利、すぐに切り替えれる。これいい音するじゃん。いい音しますね。うん、気持ちいい。ありがとうございます。ということで、新発売のレグザサウンドシステム、TS216G、はい、いよいよ始まりですね。はい、わー、楽しみです。これでぜひあれですね、音楽もライブも映画も楽しんでほしいですね。いや、いいね。詳しい情報なんかはホームページに載ってたりしますかね。はい、はい、ぜひホームページの方もご覧ください。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。それではまたね。バイバイ。